いよいよ最後の時の裂け目の修正ね。気のせいか、修正が進むたびにややこしい歴史に飛んどる気がする。次に行く歴史がどこなのか、何が起きるのか、よく気をつけて観察するんじゃぞ。俺たちはコントントの守りに当たるので協力できませんが、頑張ってくださいね。フィウのことだけど、あの子にはいろいろ聞きたいことがあるわ。できれば捕まえるか、動きを止められないか試してみて。あ、もちろん時の裂け目の解決が最優先よ。フィウのことはその後でいいわ。それじゃ、行ってらっしゃい。罪と呼ぶなら呼ぶがいい。ブラック、貴様は、貴様は俺がやる。ザマスたちと戦った時の歴史か。悟空もベジータも倒れて、トランクス一人で食い止めている状況のようじゃが。ちょっと待って、ザマスとロゼの他にもう一人いるわ。あれはジレン、第十一宇宙最強の戦士じゃ。なんでこんなところに。決まってるでしょ、ダーブラが洗脳して送り込んだのよ。ティレンの強さはもう次元が違うんじゃ。あやつが敵というのはまずいぞ。まあまあ、そんなに慌てないで。ヒュー、かわいそうなトランクス、彼にも味方を呼んであげなくちゃ。そう、勇敢で頼もしい味方をね。あなたはトランクス、たくましく成長したな。あの時の恩を返す時が来た。俺も一緒に戦わせてくれ。勇者よ。見たことのないやつじゃな。トランクスと知り合いのようじゃが。別の歴史のトランクスと交流があったのよ。タピオンもジレンもこの歴史にはおらんかった存在。二人を倒して歴史を修正するんじゃ。もしくはフィーの歴史改変を手伝ってタピオンとトランクスに加勢するかね。そう、歴史を修正するのね。じゃあ、あとは任せたわよ。俺の邪魔をするつもりか。まとめて消してやる。野郎が相手か。相手にとって不足はないぜ。トランクスの仲間だし、ヤツらの仲間でもない。お前はただ戦いたいだけなのか。悪は滅びよ。まあまあ、わしらもわしらで正義と平和のために戦って。説明しても無駄よ。ぶん投げと分かってもらうしかないわ。これ以上トランクスの未来を怪我されてたまりじゃ。行くぞ。中までちょっかい出してきやがって。正義だ。今お前の押し付けなんぞ。クソくらいだ。
以上にやる気ね。せっかく助けに来たというのに、ね、もう少し待ってろよトランクス。最後の手段を使わざるを得ない。予定は狂ったが、どちらにしろこの姿を見られることを喜ぶがいい人間ど、全宇宙における唯一の神、ザマスの誕生だ。出やがった。だがチャンスでもある。これまで以上に気を引き締めていけ。場外から一撃に来たぞ。我々ともわかっている。まだだ。今からでも取り戻す。ですね、先ほど来ていた人たちも父さんの仲間ですか。何の話だ。え、ピューの姿が見えないな。逃げ足の速い野郎だ。まあいい、これで歴史も元に戻るはずだ。一旦時の巣に帰るぞ。それが限界だとしたら、とんだ期待外れだぜ。